ここにどうやら人形を動かす秘密があるみたい。それじゃあどうやってストップモーションアニメを作るか見せるわね。このキャラクターは羊のショーン、主人公よ。中には針金でできた骨組みが入ってるから、好きな形に変えてずっとそのポーズのままにしておけるの。ここはカメラ、あそこに映しながら見られるのよ。私の手が見える？まずはショーンにシンプルな手を振る動きをやってもらいましょう。こうしてポーズを取らせて、1枚撮る。撮った写真がそこに出てくる。これが今撮ったフレームよ。2枚目のフレームを撮るわね。こうして少しだけずらして、腕の違いがわかる？これが手を振り始めたところ。これでよければ次の1枚。人形を動かしながら1枚ずつ写真を撮ると、ショーンが手を振っているみたい。こんにちは。これがストップモーションアニメの仕組み。1秒あたり24枚の写真を撮って、それを並べると滑らかに動いてるように見えるんだね。でもこの作り方はとっても時間がかかりそう。ユウトもそのことが気になったみたい。1日にどのくらいアニメを作られるんですか？映画を作るときは1日2秒を目標にしてるわ。1日たったの2秒だけ？ストップモーションアニメはとても特別で、他のアニメーションよりずっと力があると思う。それは全部が実際に作られた実物でできてて、触れてみることができるから。コンピューターで作られたものとは違って、見る人が親近感を覚えるの。ストップモーションアニメなら UFO だって動かせちゃうんだね。すごいや！